おはようございます。お疲れ様です。お疲れ様です。はるばるありがとうございます。東京まで、うん、明日はいよいよ明日そうですね入団会見ですね。はい、どうですか今のちょっと明日に控えてですけど。いや特に普段と変わることなくまあ僕はどの仕事もどのチャレンジも命かけてやってますんで、入団会見だからどうっていうのはないですね。入団会見も一つのチャレンジとしてお仕事として本気でやっていきます。じゃあもう、まあ、気負いとか緊張とかも全く。そうですね、楽しみですね。はい、普段もお仕事だったり挑戦は僕は楽しみでワクワクでやってますんで、はい、明日の入団会見という一つのイベントも待ち遠しいですね。なるほど。はい、これってさすごいことだと思うんだよ、うん、やっぱさこう夢が叶うっていうさ、あなたがこう、うん、夢をね、はい、見なさいって言ってやればできるって言い続けてきたことのさ、うん、典型的な実現例だっていうふうに思うんだけど、はい、自分としてはどうなの、そんなことになるなんて。いや僕ももちろんこれはでも一人では一人ではなかった話ですから、うん、スタッフさんだ球団関係者だもちろん相方の前田がいてのお話なんで、だからこれはもう本当感謝してもしきれない感謝もありますし、でもこれは僕は逆の立場で考えても必ず勇気を与えれるチャレンジだと思ったんで、これ僕としても嬉しいですし、応援お仕事としたい、芸人を通じて応援したいと思ってる身としては、うん、本当に絶好のチャンスだなと、ありがたい気持ちですね。昔言ってたけどさ、はい、一応高校の時も含めてさ、うん、プロを目指してきてね、はい、まあダメだったわけじゃない。そうですね、一度は引退というか、うん、野球を上がるという形はしましたね。それがなんか明日みたいなね、そういう日が来るっていうのはこう、うん、多分俺とかみんなが思う、まあ多分想像つかないことが多分高岸君のその心の中にあると思うんだけど、はい、本音とし本音って言ったら変だけどさ、うんうんうん、なんかこれは嬉しいのか不安なのかどうなのか。いや本当に感謝の気持ちが多分 100% だと思います。というのはやっぱり昔の高岸の夢としては、自分がプロ野球選手になってプレーをするという夢をずっと15年、まあもっとか、少年野球チーム入る前からだからまあ20年以上は思い続けて生活してたわけですから、なんかその時の高岸の夢を叶えたという意味では僕も今はもう応援人だと思ってるんで、応援叶えてやったぞっていう過去の自分には誇らしく思いますし、でもまあ今はやっぱり僕はもう応援をするというのは決めてるんで、人生をかけて僕の今の人生の目的は応援って決まってるので、だからこの活動プロ野球選手としてどう応援できるのか、どう元気を与えるのか、もうそこしかないですね今は。はい、ちょっと厳しめな言い方っていうか聞かれるかもしれないけど、はい、うんうん、その今度行くチームにはさ、うん、もう本気で、うん、もう NPB を目指してる人もいる中、命をかけてやってる、命かけてやってる人もいる中、はい、もちろん高岸も命かけてると思うけど、うなんかそういうとこに行くなんかこう、まあ、自分とはちょっと境遇の違う人がたくさんいる、もともとプロの人もたくさんいるっていうところって、はい、俺だったらとてもなんか怖いなっていうふうが先に立つけどね。へえ、いやそこは全くないですね。怖いなとか不安というよりは、僕は逆に見たら勇気もらえると思うんで、こういうチャレンジをしてたら、だからどういうふうに真摯に向き合って、まあ、姿勢一つプレー一つどうやって勇気を与えようというワクワクしかない状態が正直ですかね。すごいね。いい、何もすごくないです。それも支えで来てくださってるスタッフさんのすごさですから、僕は皆さんがいるからこう言えてるんだと思いますし、皆さんの協力、皆さんのこの支えがなかったら、この環境状態にはなってないですよ、きっと。精神状態にはなってないと思います。でも今回のそのね、まあ、栃木でプレーをする、
きっと高岸君のことからまだその先を考えてたりするのかなとかって思ったりするけど、僕は、うん、まあ今までもそうですけど、うん、先を考えたり、うん、何かを計画したりしてくれるのは相方の前田なんで、うん、僕は目の前にあるチャレンジに命を懸ける、うんうんうん、これだけしかやってきてないし、うん、まあ、できないわけですから、うん、僕の向き不向き含め、うん、僕はそこをやってきて今がある、だからそれを変える必要はないとは思ってますし、もうなんか練習とかってしてるんですか？そうですね、まあ、まだ全体の、チームに帯同、全部が帯同できてるっていうわけではないんですけど、普段通りの今までやってきた、はい、一人でサンドボールっていうね、ゴムボールを地面に叩きつけたりとか、まあ、ジャンプトレーニング、あと初動負荷っていうね、体、はい、体を柔らかくする、そして怪我をしにくく強くするっていうトレーニングをやってますね、うんうん、今ちょっと食べ物に気をつけてるものとかって。食べ物ですか？なんかこれ気をつけてるんだよって。いやー、僕は食べたい時に食べるっていうのは。じゃあ今特にあの特段これは食べたらダメっていうものは？いやー、特にないです。もう全部に栄養素あってね、ありますから、体を作るもの全てありますから。お、これはあの高岸、やったー、高岸くんにスタッフからプレゼント。ええー、ありがとうございます。意味合いのあるものを用意したけど、意味合いは分かるかな？これはソフト活源、うん、前田が好きなやつね。タンパク質じゃないですか？あ、違う違う、これはもう合格、あの受験生とかが必ず飲むと北海道では言われてる、はい、活源だ。なるほど、原を担ぐと勝つが勝ってんだ。勝つ、もう勝つ。ありがとうございます、はい、これは、うん、ご勝ち、と勝ちじゃなくてご勝ち、ご勝手やようか、ご勝ご勝手やよ、ご勝手やようか、ご勝手やっていう、ご勝手や、高岸君にまずご賞をしてもらう。なるほど、ご賞を掲げて、うん、シーズン途中からの参加ですけども、全然可能性はありますんで、5勝トカチさん10勝、そうだ、10勝、5勝とは言わず10勝を10勝目指してほしい。なるほど、うん、ありがとうございます。10勝ですね。小樽サブレ、うん、下に、うん、名前が、マロンコロン、そう、ね、バッターをコロン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 、なるほど、手玉に取ると、手玉に取ってほしい。なるほど、ありがとうございます。え、コロンコロン勝ってますね、コロンコロンと、はい、まあ、最後はよろこんぶだな。よろこんぶいいですね、おせちみたいですね。普通おせちだね。いや、パワーもらえます。何よりそのお気持ちが、まあ、もちろんこの商品って、もちろんこの食材だ、なんだもちろんこの食べ物からも元気もらえますけど、何よりそのお気持ちでパワーいただきます。ありがとうございます。なるほど、じゃあこれを食べて明日入団会見臨みたいと思います。今日はトレーニングとかしないの？今日さっき言ってました。あら、何してたの？さっきの、お仕事が、うん、何時だ、1時前に終わったんで、うん、そこから川崎の書道負荷のジム、あ、ジムに行ってたんだ。そうです。初動負荷っていう、筋力を肥大さすんじゃなくて、こう柔らかく使うようになるマシンですね。はい、今さっき帰ってきたんです、事務所に。へ、はい、それは結構柔らかくなるの？そうやって、でも怪我というか、まあ、使い方力みづらくなるイメージですかね。はい、もうほとんどあれだよね、アスリートと喋ってるようなもんだよね。あ、どうですかね、まあ、アスリートさんにちょっと失礼なのかもしれないですけど、僕はやっぱそこに近づけるようには努めてますけど。